はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフシです。信長の野望創造戦国力士の織田信忠でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、父信長を討った光秀を滅ぼすことに成功したというところでお届けをしてきました。で、今回はですね、秀長ですね、を攻めているんですが、毛利が援軍できていてちょっとピンチになりつつあるというところ、これに対して金時君を派遣で、一方北陸方面で安藤家を攻めているんですが、その安藤家に対しては上杉が援軍を送ってきてます。で、追加でさらに援軍が来そうな、影勝自ら出張ってきそうな気配がありますね。なのでこの辺りをね、ちょっとどう戦っていくかというところで信忠を援軍で派遣予定です。で、あとですね、この後の情勢なんですけども、鈴木をちょっと打っておきたいなと思ってまして、とはいえ鈴木兵数が非常に多い。なので、まあ、ちょっとそのあたりをね、様子を見ながら、本当にこの紀伊半島からも鈴木を追い出してしまって、なんとかね、長宗我部毛利と戦う地盤を築いていきたいなというふうに思っています。ではではでは、やっていきましょう。で、前回ですね、思い切って商人町を大量に増やしました。その理由はお金がないからなんですけど、今回もですね、ちょっとその名残でというわけではないんですが、進出をしていって、進出したところに商人町をバシバシと建てていこうかなと思ってます。あとは人がいないところには人を入れていきますというところですね。で、あまりも意識せずに人材は結構豊富にいるので、ガーンと入れていっちゃおうかなと思ってますけど、忘れちゃいけないのが朝廷工作ですね。ここだけはしっかりやっておきましょう。我が領内に敵が迫っております。島に対して軍勢が迫ってきましたね。どこの軍勢かというと、徳川勢か。徳川勢がついに動いてきたかって感じですね。そしたら忠興をとりあえずは木曽福島に出しましょう。で、秀吉も出しましょう。これでとりあえずは防げると思います。で、その間にまた、朝廷工作が終われば家康とは和睦をしていくという作戦ですね。まあ、これの繰り返しです。おっと、毛利勢の方があまり良くない状況になってるかな。これは誰だ。秀長が出てきて、秀長に後ろをつかれてるんだな。出陣するぞ。ここはもう一気にどうしても攻めを滅ぼしたいので、多少無理してでも兵を出しましょう。いざ戦え。数はもう決して多くないので始末はつけられるでしょう。心配なのが木曽福島ですね。ここに結構な軍勢が派遣されつつあるので、ここに援軍を出していきましょう。止まれ、敵が我が領内に向かっております。木曽福島に2万の軍勢が追加で来るってなると、いよいよもって危ないな。この辺りはちょっと詰まってきてるな。戻ります。お命令を下され、報告いたしますぞ。信忠も上から攻めましょう。ちょっと危険を伴いますけどね。よし、こんだけ軍勢を送れば秀長は抑え込めるかな。で、心配な
想福島の情勢ですが、まあ持ちこたえられるでしょうと。で、外交の方は朝廷工作はあと1ヶ月で100になるね。よし、あと1ヶ月持ちこたえましょう。そしたら速攻でまた家康に頭を下げましょう。よし、そしたら早速ですけど和解します。そしたら兵を引くんじゃなくて、いやー引いた方がいいか。そのままね、場合によっては安藤家の攻略に向かってもいいかなと思ったんですが、一旦兵を引きましょう。兵糧が足りないって信澄くんは兵糧を送ってあげなきゃダメかな。そうすると出陣するぞ。出陣する。いざ参る。見くびられては困りますね。これが戦の作法よ。敵を追い詰めるぞ。そしたら秀長は力攻めにしましょう。合戦で一気に決めていきます。行くぞ。これで秀長も傘下に加えることができれば、まあ九州方面というか、あ、中国方面に関しては一旦安定できるかなって感じですね。まあ、もちろん毛利と直接ぶつかることになるので安定ってそれが呼べるのかっていうのはありますけど。引くぞ。敵城門突破しました。決める。これで城門今溶かしてますんで、このまま城門を破壊しました。本丸まで迫っていきましょう。一撃全てを込める。行きます。退却せよ。金時くんは候補待機かな。思ったより兵を失ってるな。城門を破壊しました。ここは引きます。城門が固かったのかな。不甲斐ない。まあでもまだ2000残っているのでこれで落とせるでしょう。城門を破壊しました。でこれで秀長羽柴家を滅ぼしたので、ちょっと安藤の方に集中しますか。家康の方も停戦中ですからね。これで決まりです。敵将捕獲しました。止まりましょう。止まれ。北条もだいぶ進出してきてますね。勢力を広げてきてる印象がありますね。報告いたしますぞ。先月の収支です。そしたら木村を入城されたので他は返しましょう。注意しなきゃいけないのが官兵衛をちょっとここで
北陸方面に投入していきましょう。でここでもう一気に合戦を仕掛けていきたいな。助け立ちしよう。さあ信忠自ら森綱打ちをしていきます。進むのです。縄文をどんだけ早く溶かせるかですね。続きなさい。遊びは終わりだ。縄文を破壊しました。縄文を破壊しました。続きなさい。かかれ。引き際わきまえねばな。やられたな。さああとは信忠だけになったか。今こそ殲滅の時です。遊びは終わりだ。引き、よし、敵城門殲滅したので突破しました。残りのこの3000で十分に城は落とせますね。あと邪魔な勢力といえば小さいところで言うと姉小路、あとは鈴木かな。あなた方はもう終わりですね。敵将捕獲しました。戻ります。お任せください。騎乗するぞ。待機しろ。そしたら城の接収を水長原かな、長原にさせましょうか。さあこれで勢力的にはだいぶ織田も盛り返したんじゃないか。拠点40、毛利は拠点32、軍勢の数11万、まあほぼ並んでますね。あとは北条かな、一番大きいのは。そうですね、13万。ただその従属させてる大名機も含めるとやっぱり信忠が一番の勢力に返り咲いた感じはありますね。姉小路がちょっと邪魔。姉小路を抑えればあとは上杉を気にしつつ家康とはできるだけことを構えずにという感じになりますね。で鈴木を打ちつつ毛利を迎え撃つという迎撃体制になっていくかなと考えると、やっぱりちょっと中国方面の城の強化をしていった方がいいかなって感じですね。光秀は処刑だな。山崎家家臣として取り込みましょう。表情を始めます。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。おー、桜ぼら城保持、まあいいか、任せましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。まあいよいよ姉小路を攻めるって感じになるのかな。姉小路はどっかと同盟結んでるかっていうと、北条徳川上杉と同盟結んでる姉小路を攻めるのか。そうなると再び外交で忘れないうちに朝廷工作を仕掛けてるけど、まだなかなか月かかるわけだな。
石山ごぼうを取ったっていうのは大きいな、結果的に。となると次の標的が鈴木だけど、毛利を攻めつつというか毛利の攻勢を防ぎつつ鈴木を攻める体力は今はないな。ちょっとやっぱり明智秀長と連続で攻めて兵を消耗しましたからね。どうしようかな。とはいえ対徳川のまあ戦略に関してはひたすらに和睦停戦を続けていくというのをやりましょう。で毛利なんですよね、今怖いのが毛利鈴木で、上杉に関してはまあ怖いは怖いけど知れてるといえば知れてるので、まずは鈴木を攻めましょう。で鈴木を攻める上ではそれなりに戦力を用意する必要があるな。ちょっと一旦みんな騎乗させたりとかしますか。山名家も取り込んでいきましょう。こうやって結果的に徐々に侵入させていた大名家が下ってきてくれるっていうのはありがたいですよね。労せずして城を手に入れることができる。でそうなるとあとは配属だよね。石山ごぼうとかそういう重要な拠点に人が全然いなさすぎるので、そういったところに武将を送り込んでいきましょう。一人しかいないとか論外だからな。せめて3人は必要ですよね。大御城とかもね、人が少なすぎる。最前線ですからね。武田翡翠この辺りも人少ないね。森田兵とか入れてきますか。あとはそうだな、ちょっとこれで一旦様子見ようかな。勝山城とかもう人が少ないのか。勝山城にはじゃあ長浜城から人を入れていきましょう。清正とか入れていきますか。最前線になりますからね。よし、これで一旦は姉小路に関しては任せておいて鈴木攻略に乗り出しましょう。下妻雷電の守るこの岸和田、まずはここの攻略からかな。まあ機内の兵力を集中させればなんとかなるかなという感じもするので、早速城攻めにかかりましょう。まあ、ちょっとこの軍勢で一旦攻めてみましょうか。で援軍もガシガシ要求していきます。
まあ初戦にかかってると言っていいですからね。出陣するぞ。戦場へ参る。戦場へ参る。さて、お味方が捕らえられました。敵が来てるね。ちょっとこれだけだとやっぱ数が足りなかったね、圧倒的に。ゴズメをガシガシ送っていきましょう。まあここは兵力差で物を言わせるしかないですからね。信忠自身も出陣しますよ。ご命令くだされ、報告いたしますぞ。先月の収支です。よし、これでいいでしょう。見くびられては困りますね。助け立ちいたす。我に続け。行きます。何、ちょっと待ってくださいね。今雷島くんが攻めようとしてきてたの危ないね。ご命令くだされ、報告いたしますぞ。先月の収支です。で、注意しなきゃいけないのが修復ですよね。お城の修復、ここしっかりやっとかないと攻められたらあっという間に城が溶かされますね。あとお金もちょっと溜まってきてるので回収もそろそろしっかりしておきましょうか。特に最前線。ギャッ、一箇所だけやってくれんの。毛利がいつ攻めてきてもおかしくないってことを考えると、やっぱ最前線に位置してるところはね、少なくても門、堀、天守、この辺りはしっかりやっておかないとはっきり言って危ないですね。でもそうするとね、お金がね今度溶けていくんですよね。まあでもお金が溶けてでも何としても城をねしっかりと回収しておかないと、攻められた時にね本当にみっともないぐらいにあっさり城門を突破されちゃいますからね。八神城も回収していきます。この辺りはね、もうこっちから指示出さなくても絶対これじゃダメだよねっていうのを分かって回収してってほしいよね。もしくは委任した時にもうやってくれるみたいなね、察してもらう、なんかそういう重点施策みたいなのがね選べたらいいですよね。回収を重点的にやりますみたいなのが。
よし、こんなところでいいでしょう。お金もなくなりましたね。この戦、我らの勝ちだ。いざ前へ、力を合わせ、これで戦い抜くのだ。包囲したね。包囲したら間髪入れずに。承知いたしました。承知いたしました。承知しました。敵将捕らえました。もう本当にね、攻めるときは一気に攻めた方がいいですからね。承知いたしました。待機しろ。ご命令ください。報告いたしますぞ。本当に取り込めれば流れが本当に変わって、一気に展開の道が開けそうな、そんな気すらしてきますね。大丈夫かな。外交も特にやることはない。城攻めをしましょう。我が領内に敵が迫っております。王御城に6000。敵が迫っております。ちょっと待ってね。武田に王御に6000、王御城に6000か。で、武田城に、武田城はどこだ。武田城にここかな。厳しいね。そしたら守りの兵を出しましょう。大御城は絶対落とされたくないので、とはいえ兵があまりいないな。御所もなんとか兵を工面するしかないな。ちょっと一旦これで様子見ましょう。でその間に急いで鈴木を滅ぼします。敵が木曽福島に2600。何、もう解けたのか。停戦期間が解けてる。くそー、これは厳しくなってきたね。2万の軍勢でしょ。2万の軍勢はちょっと承知してないね。この清洲城秀次があ、久喜義孝君が入ってくれてましたね。よかったよかった。久喜義孝が8000の貴重な軍勢を率いるってなると、ちょっともったいないんじゃないかなって言おうと思ったんですが、大丈夫でしたね。一旦これで木曽福島を様子見しましょう。でだ、今毛利徳川から攻められつつ鈴木を攻めるっていうちょっと無謀な戦いになってるけど、ここをなんとか乗り切らないとダメだな。戻れ。止まりましょう。参ります。山内和豊がやられるね、このままだと。カズトヨにただ援軍出す力ないね今。出陣します。あとは援軍要請で、神吉城とかを攻めてもらうからな。
王御城の守りにも入ってもらいましょうか。ご命令を報告いたします。光が見えたところで、ちょっと敵に攻められてますね。朝廷工作の状況がどうなってるかというと、もうあと2ヶ月かかるか。その間なんとか木曽福島が持ちこたえてくれればっていうところかな。で、徳川が姉小路を攻めてるんだ。なるほど。ってことは徳川の勢力がちょっと増えるね。まあ鈴木はこのままいけば無難には落とせるとは思いますが、というところだね。援軍も来てるね。お任せください。で、怖いのが毛利だね。いやー、なかなかちょっと厳しい戦いにまた逆戻りしそうですが、頑張っていきたいと思います。ちょっと時間が長くなってきましたので、一旦ここで終わりにしていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。